小林武は日本のフードファイター、実業家である。ギネス記録保持者。アメリカ合衆国ニューヨーク市在住。長野県長野市生まれ。長野県長野商業高等学校を経て、四日市大学経済学部卒業。身長173センチメートル、体重58キログラム、血液型は A 型。初めは日本のテレビ番組、TV チャンピオンや、 フードバトルクラブなどで活躍し、プリンス、そこ知れぬ、気候誌、地上最強の胃袋の愛称で人気を得た。さらに、アメリカ独立記念日である7月4日に、毎年ニューヨーク市で開催される、ネイサンズ国際、ホットドッグ早食い選手権への出場によって、広く知られるようになった。同大会では2001年からの6連覇を果たし、ザツナミのニックネームで呼ばれるようになる。 アメリカではいくつかの CM やキャンペーンなどにも出演。同地のテレビチャンネル、ホックススポーツネットでは、マイク・タイソンや、ロジャー・フェデラーらと共に、スポーツ界で最も恐れられている選手10人に選出されており、また、スポーツ専門チャンネル ESPN では、マイケル・ジョーダン、ベイブルースを抑えて、スポーツ史上最も支配的なアスリートとされた。2004年、日本版の、 世界が尊敬する日本人100人において存命人物としては、秋人天皇、孫正義、松井秀喜、小野洋子、一郎らと共に選出され、2009年には CNN によるアジアの偉大なスポーツヒーローに、ブルース・リー、大貞治、洋明ららと共に選出される。タイムをはじめ、海外メディアからは、大食い早食いをスポーツに変えた人物として、 伝説のフードファイターと形容される。現在はニューヨーク市で暮らしている。イタリアのフードファイタービットリオのスケゼと対決し、3分間に食べる最多のハンバーガーとしてギネスに認定された。2019年頃からは日本のテレビ番組への出演も徐々に再開している。小林がネイサンズ大会を6連覇していることを記した看板は当時の世界新記録。 ネイサンズ大会の顔となっている小林、写真中央右2009年、クリスタルスクエアオフの小林小林竹と八巻、2010年、モリースカイラーと対戦し、唯一無敗の日本人である。2009年のネイサンズ選手権の様子。ありがとうございます。